あよ、神技体すべてそろばんとなれんのじゃ。しかしわしには立派な体はない。その上心まで失うわけにはいかんのじゃ。だからさ、相撲やめるなんて言わねえでくれよ。いやお前の熱意にすっかり心動かされちまったよ。いいね。じゃあよ、その気持ちが本物かどうか確かめさせてくれ。ああ。決闘は俺のやり方でいいって話だったろ。10分だ。10分間無抵抗で殴られ続けて最後まで立っていられたらお前の勝ちでいい。出た、ダチ公名物人間サンドバッグ。なんだよそんな一方的なやり方。いいからさっさとやれ。この状況でそのすかした態度ムカつくんだよ。おい、ちゃんと10分測っておけ。なんなんだてめえは。わしは牛を日の丸、雲の上にまでその名をとどろかす大横綱になる男じゃ。チンピラごとき倒せるものなら倒してみろよ。引くな、屈するな。この直径わずか15尺の小さな円の中で手をつくことも膝をつくことも許されない、そんな勝負にこのなりでいいと思ってんだ。ここで勝てずにどこで勝つ。おい聞いたか、相撲道場で今大変なことになってるぞ。人間サンドバッグ、いつものことじゃん。いやそれがよ。うわ、マジか。何なんだよ。お、時間か。嘘だろ、念のため5分水増ししといたんだぜ。なんで。おい、えらい長く感じたぞ。本当に10分か。なんで倒れないんだ。なんでもクソもあるかい。相撲ってのは足の裏以外が地面についたら負けなんじゃ。倒れないために積んできた稽古じゃ。生倉パンチでわしを倒せるわけなかろうが。そんな理屈あるか、ふざけんじゃな。無抵抗の時間はさっき終わったぞ。こっからは相撲の時間じゃ。とくと味わえ。はっきよい。あのユーマさんをぶちかまし一発で牛を日の丸。3年前の小学生相撲2連覇、その強さ、鬼のごとしと恐れられたあの国宝鬼丸国綱。はあ、どうじゃ、相撲は強いじゃろ。約束じゃ、道場の鍵置いて失せな。ふざけんなよせめえ。こんなんで勝った気になってんじゃねえぞ。ああ、俺は勝負じゃろうが。やめねえか。俺が15分かけて倒せなかったのこいつは一発だぞ。これが負け以外の何だってんだ。ふん。くそ、こんなチビにこの俺が。それが知りたきゃ相撲をやれ。ああ、わしは相撲で日本一になるんじゃ。土俵の上でならいつでも受けて立つぞ。